あゆなです。今回も実況やっていきたいと思います。おーし、今回お、あゆな、お前が無事で何よりだ。お、魔女との戦いはまだ終わってないぞ。これからはより危険な任務となるだろう。準備を、おしゃれか、おしゃれを忘れず気を引き締めて臨んでくれ。特別任務の方もよろしく頼んだぞ。前回のとこクリアしたけんね。次次。お、新しいエリアがオープンしました。マネビトを連れて出発するか。出発する。ではマネビトを目覚めさせようぞ。イーナンアゴマサリトヒヨー、イーナンアゴマサリトヒヨー、キエーイ。さて向かおうぞ。次は何エリア。よいしょ。前回のね、あの廃墟エリアをクリアしたから、あっこ結構怖かったよね。お、雲が晴れた。天空エリアでの任務が可能になった。天空エリア、へえ。何、ボスを倒したエリアの特別任務を受けられるようになったぞ。あ、なるほどね。うんうん。ってことで、前回ここ廃墟エリアクリアしたから、次はここね、天空エリア行きまーす。お、手に入る材料、コッコの羽毛とシンクのパール。コッコやコッコ、アイテムは弓矢、爆弾、アームショットってあるけど、どうしよっか。弓矢と爆弾両方あるんよね、服が。まあどっちかといえば爆弾かな。大爆弾の服で。空中庭園1。爆弾爆弾、よし。爆弾を手に入れた。 Y で投げられるぞ。そして分かりやすいようにちょっと青い方でアームショットを、色がね、アームショットを手に入れた。 Y でアームが伸びるぞ。プレイヤーに向けて撃つと、はい。そして赤が弓矢、弓矢を手に入れた。 Y で矢を撃てるぞ。ほいほい。ほんでは行きますかな。あ、ちょっと待って、風が吹きうる。めっちゃ飛ばされるんやけど。あ、ここなんかさ、あるよね、あれあれ。ちょっと待って、こっから行ける？あ、あ、待って、ちょっと。あ、よかった。風でね、めっちゃ吹き飛ばされる。あの、なんかめっちゃ強風。やばいね。ちょっと待って、怖い怖い怖い。上向いてちょっと行きおらんかったら、落ちる。恐ろしい。お、なんかおる。なんかおるってことは、ちょっと待ってね、あれは。あ、お、盾が取れた。やったね。ごめん、間違えた。え、なに、びっくりした。ちょい。そっち。そっちっていうか。あ、そっか、私は弓なんだ。ちょっとポイッと投げといて、爆弾で攻撃していこう。お、爆弾で、まあ、やっていけるだろう。どう？お、倒した倒した。やったね。ハート取る意味あんまなかったけど。さあ、進ん、あっこもなんか風吹き寄るね。え、ちょっと待って、どう？どこ？あ、ん？こっから渡れ、あ、上に杭がある。ちょっと待って。上に杭が？ここにポイって投げたらいいんかな。落ちそう。よし、これで、あ、2段だ。待って、2段だ。え、2段。ちょ、1回降りてからの、こいつを先にポイってあげとくでしょ。あげといて、でこいつも上に。オッケーオッケー。これでこれね、へい、渡れた。あ、あっこに、あれ多分爆弾でやるやつよね。あ、こっちにもある。え、でも多分これ、段差が、え、どうしよう。どうしよう。届かんやろ？届かんくって。え、こっちもこれんくね。あ、ちょっと待って。あの、アイテム。アイテムならさ、うん、間違えた。あの、アームショットってさ、あ、落ちたし。
アームショットって人に向けて撃ったら自分が飛んでいくんだけど、なぜかね、アイテムに向かって撃ったらアイテムが取れるんだよね。ってことで、どう？行った？行けてないわ、全然行けてないわ。でもほら、爆弾が引き寄せれるってことが分かったから、あー、ダメだね。うん、爆弾が引き寄せれるってことが分かったから、この方法で、あ、危ない。どう？爆発したし、ちょっと待って、とりあえずあっちのハート集めとこう。ルピーも、お、あ、メーターが2回アイテムを使える状態にしとかんかったら、お、これでいけるかな。どうだ、あ、今上、お、ついたついた。これで一応じゃあ2人も渡ってこれるわけだね。ちょっと風吹きよるけん危ない、危ないよね。ああ、今の超危なかったんやけど、怖っ。で、ここは、え、滑るんですが、もうちょっと上の方からやって、ダメだね。もうちょっと長い間持っとけばいいってことか。持っといて、爆発するギリギリでこう投げればいいってことかな。お、いった、よかった。え、待って、橋壊れとんやけど、やめて。だってあっこあれやろ、ここも風吹きよりやん。え、落ちるんじゃない、大丈夫大丈夫大丈夫っすか。あー、ちょっと待って、怖いよ。はい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 、危ないよ危ないよ危ないよ。いや、危ういって危ういって危ういって。あ、待って待って、はー、いけたー、セーフ。待って、あ、ちょっとハートが回収したかったんだけど、上を通ってしまった。空中庭園に、お、コッコ、コッコ、コッコは攻撃はしてこない。待って、なんかアームショットとかで向こうない、渡れるそうなとこ。ん、なんか向こう岸あるね。でも遠くね。あ、これあれや、コッコで飛ぶんだね。今までのゼルダシリーズでは確かコッコを使って飛んでたはず。一番上だけで大丈夫よね、多分。ポロポロポロって落ちたりせんよね。ちょ、とりあえず、ふぅ、飛べた飛べた。あ、いろんなとこにコッコおるんね。しまって、あ、向こうのルピー回収できんかった。まあそんなことしようって、落ちたらもかもかもないんやけど。よし、オッケー。あ、待って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 、そんなとふわっと降りる感じか。危ない危ない。いや、ちょっとあった、ハート。んで、あ、てかこれなんか動きよるんよね、気になる。ちょ、乗ってみよっか。危ない。じゃあこれ乗って、で、こっちなんかあるけど。で、どう、こっから飛んだらなんか、あ、宝箱宝箱宝箱。え、宝箱はいいんやけど、じゃあ向こう取れねえ。じゃあとりあえずここから上をふわっと飛ばして、うん、もうこれコッコ離しといていいんかな、離しといていいんかな。ちょっと上乗せとく。乗れねえ、コッコがいたら乗れないってことかな。まあじゃあとりあえず宝箱を、あゆなが100ルピーゲット、イエーイ。よいしょ。え、待って待ってー。は、そっか、アームショットじゃ。あ、外せた外せた。お面が、お面っていうんかな、仮面。待って、ダッシュしてこないで、ダッシュしてこないでってば。あ、ちょ、爆弾爆弾。お前はね、仮面がないから、ちょっと先にやっつけとこうか。はい、待って待って、コッコ今なんか戻ってった、いける、おっしゃー、行ったー。いや、行ったーはいいんだけど、ちょっと、おし、待ってくれ、ハート1個しかないな。
てか爆弾が上に来てくれた方がいいんだけどね。とりあえず仮面ひっぺがしとくか。はい、よし、これでもう怖いものはないぜ。よし、オッケー。ちょっとあと1個ぐらいハート。あった、あった。なんか今めっちゃ不思議な音したね、扉開くとき。さあ行くぞ。よし、これで、はい、いいねいいね。ここで飛ぶの。空中庭園3、順調だ。あ、また風、また風だ。ちょっと待ってね。うわー、なになになに、どう。あ、あっこに、あっこにあるよ、なんか。あ、やばい、これ先がない。ここ爆弾じゃダメだね。爆弾じゃダメだ、ちょっと待って。あー。返して、オッケーオッケー。じゃあちょっと弓矢で行くか。アームショットでもまあいいんやけど。待って。え？あ、ここ、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、返して。2段？まさかの2段？あ、あー、落ちたー。マジかよ。ってことは、まあいいや、アームショットでやろうか。あ、待って、危ね。あ、危ね。落ちる落ちる落ちる、落ちそう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 。ちょっと待って、最初の段階で横になっとかないとちょっときついよね。オッケー、いけた。オッケー、いけた。じゃあとりあえずこっちに避難しとこう。避難しといて、あと、緑来い。へい。流れに乗って。よし。あー、飛ばされる、飛ばされる。あー、よかった。いけた、いけた。んで？あー、ここなんか爆弾だね。あー、ごめん。ごめん、ごめんじゃないけど別に。まあ、別にハートは、あ、なに？あ、ここに足場があるね。ちょ、とりあえず先にこっち、割っといて、割るっていうか壊しといて。ごめんね、ここびっくりさせて。あ、めっちゃ、パニック、パニック。とりあえず、あの上に渡って、え、どうしよう。こいつが行ったんでいいのかな。あっこに渡って、こっちからじゃ行けんのかな。こっちから行けるんかな。向こうから、まあ、どっちでも大丈夫か。ああ、落ちた。ダメだ、何やってんの。ほら、もう一回。足場のタイミングを見んといかんのよね。いつだ？向こうに着いた時の方がいいってことかな。今。よし、いけた。あ、ここに切り替えスイッチ。よし。ここ離してよかったんかな。あ、あ、よかったよかった。あれ、ちゃんと所定の位置に戻るんやね、ここは。あ、なんかおるおる。おるよ。ちょ、先にやっつけとこうね。先にやっつけといて、ちょ、後ろ向いてくれんかな。うい、向いた。まだ生きとるね。やっつけといてからみんなをちょっと渡してこようか。あ、来ないで。これね、画面がちょっと切り替わったらもうね、こっちの姿見えんくなっとるけんね。アホだろう。あー、来る。ほら、もう見失ったよ、あいつ。え、どこ行った？こっちも見失う。目の前に弓矢飛んできてんだから分かれよ。おし、今だ。全然だし。今だー。ダメだ。アホだな。いやー。おし、これで、いけてない。いけてないよ。くるくる。向こう向いて。あ、おし、オッケー。オッケーじゃねえ。こいつ結構体力あるな。私が下手くそなだけか。おし、オッケー。あ、ここスイッチある、なんか。ちょっと先に押しとく。ん？何あれ。あ、鍵？鍵かな。お、なんか開いた。じゃ、ちょっと、渡るよ。風吹いてこんやろうね。大丈夫か。よし。いけた。
で、もう一人いるね。もう一人。よし。お、あっちから。あっちから取れるかな。あ、危ない。マジか。まあマジよね。風が吹き寄るのはわかるけど。やばい、こんなところで。ちょい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 。ハートを。ハートを。んで、ちょ、危ないよ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 。で、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 で。あー、この鍵ね。あ、この鍵を、アームショットで取ればいいわけだ。どうよ。取れた、取れた、取れた。あ、ここ風吹いてない。けど、上に登ったら吹いてんだよね。ちょ、頑張ろう。どう、いけた。通り過ぎた。まさかの通り過ぎた。ちょ、ここで急激に勢いなくなるけんね。それもきついな。え、こんなとこで死にます？やめてやめて。そんな死に方やだよ、私。はい。おっしゃ、いけた。あー。ちょっと一旦投げといて、ここで回復しとこう。ね、ハートやばいよ。今のアームショット使う必要あったから、私。おし。はい、オッケー。いけたー。オッケー。なんでこんなところで。こんなところで妖精使っちゃったらね、次のボスが。おーし、じゃあ行こう。行けてない。はっ、空中庭園4。ボスだボスだ。さて、じゃあその前にちょっとハートを満タンにしてから行こうね。おし、はい、満タン。オッケー、行こう。 なんか台があるね。台があるってことはあれか。いや、いっか。これで、まあ、行って、爆弾を上に置いといた方がいいよね。崩れた、崩れた。爆弾を上にだから、とりあえずこう、上げて、で、ちょっと赤は下にいてもいいよ。うお、びっくり。こいつは、あー！待って、爆弾を上に上げた意味。爆弾を上に上げた意味よ。お、上げといて。これで、さあ、あいつら、上からやっつけてやろう。っていう、またせこい方。ちょっと待って、見てなかった。敵の方しか見てなかった、何？こいつ空気壺が欲しいな。ね。こいつ弓矢いるんじゃない？ちょ、待って、ちょ、待って、待って、待って、マジか。じゃ、ちょっと先にこいつ、こっから弓矢で撃っといて、ね、オッケー。んで、あっちにもいる。ちょっと待って、じゃあこっちもこうやっとくか。オッケー。で、できたら最後は爆弾。間違えた、間違えた。最後は爆弾で、あいつを、まああれかな、第、まだエリア最初だから、ボスって言ってもこういう、ちょこまかした奴らを集めた感じの、今ダメージ与えれんかったね。仮面があるけんか。お、お尻側から行ったら大丈夫なわけだね。おしえー、マジで？ちょっと待って、穴開いたし。え、何今の？当たったの？何をやってるんだ。まあ、でも、あとボスだけやけんね。ここだけやけん。二段階あるんか。なるほどね。この、気絶させてる状態で仮面引っぺがして、はい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 。もうこれで連続で、切る切る切る。ここだよ、ここだよ、ここだよ。これでもうね、隠れる場所がないんだ。え？何？え？何？あ、穴に落ちたのか。あの上におったけんってこと？あー、なるほどね。そっかそっか。あれが下がって、下がるっていうか、あの部分に穴が開くんだ。あー、やばいな。そっか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 。おし、オッケー。で、速攻でそこ抜かないと、穴がね。穴が開くから。ちょっと落とさないでくれる？
でちょっと君さ、あー仮面を、あー後ろ向いて下がってく、ちょ、オッケー、ちょ、やめて、いやーやめて、ちょ、これでさ、この穴の向こう側から仮面を取るということはできた。オッケー。で、あとちょっと気絶させてのー、ちょっとマジかよ。いい感じでいけたのに。あとちょっとやった。とりあえずさ、あっちのちょこまかしたやつをやっつけてしまえば、もうこっちのもんやと思うんやけどな。はい、いけた。次、青に切り替えるよ。次、青に切り替えて。やめて、それ。やめて、それ。いやー。こっち側に渡ってこないで。とりあえずあれ引っぺがしたいんだけど。そこの仮面、ちょっとー、もう落ちるじゃん。ちょ、先にこいつ、あー待って、よし、やっぱ先にこっちをやっつけといた方がいいんかな。ね、炎のやつ、これでポイってやるでしょ。からの、ちょっとこっち側からこう打っといて、お尻、あ、ちょっとそれやめてってば。はい、で打ってからの、はい、それで仮面を、オッケー、仮面は取った。いや、仮面は取ったんだけどさ、あー危ない、これで、ちょっと待って、こいつだけでも、おし、オッケー、次はあいつをやっつけたいんだけど、よいしょ、とりあえず打っといてからの、こうバシバシバシと、オッケー、ハート、よし、あと何匹？あと2匹ぐらいかな。おいしょ。おし、次こいつ。1匹ずつ確実に。おっしゃ。で、次こいつ、仮面を取りたいんだけど。どう？おいしょ。仮面を引っぺがしたいんだけど、無理かな。そこでちょっと。おし。で、はい、取れる。取ったら、はい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 、いける。いや、いけるよ。おっしゃ、いったー。あー、よかったー。もうね、めっちゃギリだ。何あれ、下？なんかちょっと色変わってなかった。気のせいかな。あ、気のせいだった。宝箱が左右にある。宝箱左右にあるから、ちょっと。ルピーで、ルピーだ、こっちも20ルピー。じゃあこの辺のルピーも回収しとこっか、とりあえずね。よいしょ、はい、オッケー、最後にルピーが稼げた。あの上は何もなかったんかな。まあもう来ちゃったから、あー、よかった、やっとクリアだよ。ピコンピコンなってる。コッコの羽毛を手に入れた。むしり取ってしまった。飛べるようになるんかな、これ。あ、真ん中か、また。は！空中庭園クリア！あー、ギリギリ。よかったー。あれでやられとったらさ、また最初からになるとこやったわ。危ない。はい、ということで、今回はこの辺で終わりたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。
よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローよろしくお願いします。ツイッターの方は動画を見てきましたと一言くだされば、私の方からもフォローを返させていただきたいと思います。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。まったねー。すごいね、ここで空を飛ぶとかいう、そういうエリアができてきたよ。